はい、カボス TV ユージです。いつもご視聴、たくさんのコメント、アドバイス本当にありがとうございます。今日は久しぶりの天気です。アウトドアクッキングをやっていきましょう。今日は実は3月3日でひな祭りなので、それにちなんでちらし寿司と、前回クジラさんが汁物が欲しいっていうから鶏汁を作っていこうと思います。でご飯は今ちょっとそっちでまた炊いてます。蓋が真っ黒になっちゃうけど、ということで、まあ早速やっていきましょう。今日は午前中ブルーベリーのお話とかいろいろ話を受けて、時間が今下がってるんでお腹グーグーなんで、早いとこやっていきましょう。はい、最後までお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。もしよろしければチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンどうぞよろしくお願いいたします。やっていきましょう。はい、はい、じゃあ最初に鶏汁を作っていきましょう。はい、でごぼう、これをささがき、はい、そうなの、こうせんでいい、したかったらしてこうな、はい、ささがきやから、うん、端っこだけちょっと切ろうか、はい、おい、ちょっとささがきできる、え、できる、そがんやろ、こう、そうそうそう、こうでんやろ、薄く、うんうん、こうでんやろ、違う、うんうん、ふてな、ちょっとふてけど、いいわ、いいやろ、な、よだきな、これささがきちゃん、よだきんで、ああ食うときはな、あれやけど、うん、よかったこれを2本、2本やっていきます。はい、はい、終わりました。はい、いいか、腹痛いやろ、ちゃんとちょ、ご飯に火見ちゃって、え、下着通ったんで、よし、じゃああとはネギ、ネギ、ネギ、え、ネギ、あ、ちょっと先にネギ切らなかな、肉の前にな、いきません。で、白いところは煮込む、はい、白いところは斜めにな、火は弱いよ、はじめちょろちょろ、中パッパで、いいんじゃん、いいんじゃん、いいんじゃん、ね、もう青いとこも入れたらいいんじゃねえ、全部入れていいよ、これでスカノやろ、え、大きい方がいい、大きい方がいいな、言われた通りにこうやって、そうそうそう、特集したの、だろ、こうせんよ、あ、ちょっと待ってな、あ、手袋切るよいいよ、こんくらいで、よし、もうこれでいいわ、よし、はい、で、うん、あと鶏肉は、もう切れてます、切れてるやつな、うん、これをいきます。で、水から、これは4人分、純子さんも入れて、次もごぼういきます。やっけ、やっけ、キジキな、はい、で、これで煮込みます。包丁を突っ込むもんじゃない、混ぜるもんね、なんでそこあるやんの、お玉が、あ、なんで包丁で、これで火つけような、火つけ、あら、あ、火ついつも、あ、でも火ついちゃう、出来上がらんよ、それじゃついた、ついた、ついた、よし、はい、あと次、ちらし寿司用の具材を切っていきます。椎茸だし、うん、これあるんで、うんうん、ちょっと少しだけ、うんうん、で残りは、うん、ちらし寿司の具材の出汁で使っていきます。これぐらいな、うんうん、はい、はい、じゃあこれでいきましょう。で、最初は人参からいきましょう。皮むきを用意してなかったけどな、いいな、皮むき難しいで、こうスライスするな、うん、そうそう、じゃあこれスライスな、うん、そうそう、細い方が多分いいかなと思うけど、うん、でこうな、そうそう、いいじゃん、いいじゃん、いいよ、うん、半分ぐらいでいいやね、そんなに大きいの大丈夫、クジラさん人参食えるんかな、知らんけど、勘違わせんな、好き嫌い多いっけやな、鼻ぐじぐじなそんな感じじゃねえな花粉症と知らんけどな偏っちゃうといけんで、あー、まあそりゃそうじゃな、食べ物食べ物
人のこと言えんじゃねえの。そうやな今日買ってこんかったんで入ってなかったやろ別にいいわ買ってこん持ち込んでいいわよだって予算が足らんかった予算足らんかった足らんかったわそうなまあいつもこんな今度からギリギリにしよっと今日ひな様やけ桜餅ほんとやなあそうやな今日こそ買おうと思ったのにほんとや今日おひなさんやけんあれひなあられとか食わんでいいのよしオッケー包丁ね包丁ねついちゃうなで人参次が、タケノコタケノコはこれ1個はいらんな担当純子さんになるそうこれはどうかこうか、うん、違うないいよな、こうやな、あ、ちょっと大きいな、大きいわな大きいな、うん、そうそうそうこうやなあるけどないや、そのタケノコ料理とかそれ切ったら全部なるでそんな切るのいるの入れればいいよ入れるんだ、うん、入れるじゃあもうちょっと小さくしようよいい、え俺でっかいやんこれ、でけえなはい、ではタケノコは全部切りました、はい、なんかでっかい気はするけどでけえなであと椎茸椎茸もカボスキンかカボスキンカボスキンかなこれもここ入れるよはい、はいはい、じゃあこれは、今回簡単にちらし寿司作りたいんでフライパンでやります、はい、汁の方はちょっとアクを取っていきましょう、はいいいじゃん、うん、ごぼうのいい匂いしてきたよ、うんうん、なあごぼうのいい匂いしてきた、うん、はいじゃあ揚げ切っていきましょう、はい、小さくやなこれは、うん、こうやな小さく、うん、これぐらいやなこれ、うん、そこらでいいこれぐらいやなよし OK、うんはい、じゃあ味付けしましょう、はいで、醤油と、うん、白だし白だし、うん、で、これはもうお玉一杯分ぐらいで味調整しましょうはいこうなんかもうごぼうがなうんもう美味しそうやわ美味しいな美味しいでで、まず、白だしはい、まあ、お玉味付けは好みやけんなそうそう、うん、とりあえずお玉一杯ずつぐらい入れてみてそうやなまだ辛い焼きこさんがあ来るでガチ来るでやっこさで味を見てみましょう、はい、美味しいでしょちょっともうちょっと醤油入れる、うん、あとほんだし入れるとちょっとなあそうやほんだし入れないからな、うん、そうそうほんでほんだし入れましょうじゃあほんだしでちょっと味を見てみましょう、うん、今なだしなくてもな、うん、割といけたわいけるうんでもちょっとやっぱインパクトはない感じなんで、うん、んちょっと薄いかな入れてみて揚げも入れてみようか、うんうん、そうやな揚げも入れましょうあでも揚げとネギ入れるともう味が全然違うな、ま、違うやろちょっと薄い気がするわだし醤油を、うん、そうやな、それ入れたらだ、うん、だし醤油を塩分強いかもう一杯、うん、もう一杯入れましょうへえ大丈夫じゃん空になったら水いるラインやいやあなたいいああ、はい、でも火止めてていいかななんかだんだん色が黒くなるよもう焼きゃいいよえ焼きゃいいよ違う違うもうやっぱ このサイズの釜を使わんと、うん、あの効率が悪いやっぱ悪いよな火が漏れるしなジュジュいいよジュジュいいよわからんほら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 ちょっと開けていいいや悪いよ悪いよ開けていいわいい開けてじゃあ次は錦糸卵の卵焼きじゃねえわ卵焼きじゃない錦糸卵腹減ったね腹減ったないつもいつも腹減るわそうじゃんじゃあ薄くいきましょうやるよはいこれテーブルが傾いちゃう風が吹くや火がそうやうん火がななんか外でするたんびに風が吹くな
イリー中心だイエムとか言ってる。そう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 。おお、うまいな。よし、これ薄かったらできんわ、多分。焼き上がった。はい、はい、で、これを薄く切る。薄く切るときはこう丸めて、うんうん、こう丸めて切ると薄く切りやすい、うん、よっしゃやろ。こうすると細かく、うん、ちょっとジクジクしよう。そうなの。もうちょっと焼いた方が良かったかもしれんな。これも細さでいい。いいよ。いい。おお、いいいい。いい。やっぱ卵がちょっとな、うん、熱かったわ。いいじゃん、綺麗でいいたんやこれ。あ、いい。これだろ。あ、いい。なんでいいやろ。なんでいい。こういうふうな、こっち置いとこ。あとは具を作りましょう。具を作りましょう。はい。だし醤油。だし醤油。だし汁。でもうこれ水を入れてるんで、うん、はい、はい、これ入れてきます。これでもう煮込む感じ、うん、フライパンで。で、あとは醤油が大さじ3か4ぐらい、まあお玉1杯ぐらい。まあ味見ながら、うん、はい、味見ながらいきましょう。お玉1杯ぐらいと、だし醤油と本だしな、あと本だしも入れよう。砂糖もいるんやった、みりんもいるんやった。で、みりんな、うん、ちょっとじゃあみりんを少々、うん、みりん少々、そうだな、はい、で、あと、だし、砂糖は、あ、砂糖も入れる、うん、だしはこれぐらいかな、うん、あ、焦げ焦げじゃん。え、ご飯がもうわやくちゃじゃん。あ今日火が強かったの。ちょっとさっきシューシュー出た時はもう出来上がってたんじゃん。そうな、あ、これはいかん。もうそれは壊れんよ。もう無理やわ、せっかく向こうに。ちょっとこっちも火つけちゃうねんな。いいな。あ、ほら、中火じゃ。はい、じゃあ砂糖。はい。ご飯焦げた。なんかついちゃったの、それそのまま入れたな、砂糖の中に。ご飯がついちゃう。砂糖はもうちょっとか、2杯ぐらい入れようか。大さじ2杯ぐらい、うん。これでちょっと味を見てみましょう。薄いかな。まあでも煮詰まるけんな。まあな。いい。良さそう。うんうん。甘みも。うん。じゃあもういい、これで煮込んでいきましょう、うん、はい、そう、ようになったわ。これ水分と飛ばすまで、うん、今煮詰めました。あ、もうこれぐらいでいいわ。もうカラカラやもんな、うんうん、はいはい、はい、じゃあこれで食べましょう。ご飯はご飯どこだったな。ご飯当番さん。ご飯当番さんどうなったの。ご飯は失敗したけん。もうこれはしょうがないんで、ガス釜で今炊いてます。でもガス釜やけんすぐ炊けるやろ。はい、じゃあその間に酢を作りましょう。で、お酢と今回カボス入れます。はいはい、カボス、これは宇治山農園さん、うんうん、ね、これを入れましょう。好きやろ。え、カボスの、ああ、カボスの酢飯な、あ、うん、美味しい。キャップ問題じゃん。お、ええキャップ問題じゃん。あら、取れんわこれ。取れんやつ、取れんやつ、取って取れんわ。キャップ問題な。キャップ問題、取れるやつっちゅうのはどげえな。パカッちゃまる、指が入らんのよ。はい、そうそう、こう入るよ。じゃあそこの引っかかるん、滑らんで。いいやつはな、うん、指の形状をな、開発されてる。ああ、もういいよ、もういいよ、ちょっといいです。50対50でいいんや。結構な。私ももうカボスだけでもいいんかなって。いや、カボスだけでもいいわ。いや、カボスだけはやっぱインパクトがねえじゃん。あるんで。そうな、余ったりんじゃね。いや、そんなことない。そうな、美味しいよ。あと昆布だし。じゃあ昆布だしを半分ぐらい、うん、まあ大体やな、はいはいはい、いや、これ少ねえ。また、出た出た、おい、出た出た、出たね。あとちょっと、あとそれプラスアルファが出たで、それは余分だよ。で、砂糖大さじ4ぐらい、うん、出るか出るか、うん、1、そうそう、ちょっとこれが多いと思うよ、うん、うん、それ大さじ計量スプーンじゃないけど、3、適当よ。3、2、1、これだけやろ。4杯だ。持ちでやろうか。お塩、うん、お塩少々、少々言います、うん、塩少々。それご飯粒ついてなかった。あ、ついちゃった。いいいいわ、ご飯の中、そうやな、そう、ご飯の中入れるやん。なんでいいの。
もう腹減ってもね、お腹空いてからどうでもよくなった。もう3時になるで。晩飯、これ晩飯、晩飯じゃん。あ、かぼすの香りがいい。そうなの、する？もうちょっと酢を控えればよかった。どっちの酢？あ、酢がとんがっちゃう。どっちの酢？うん、普通の酢。普通の酢。カボス。ローダ君カボスだけの方が。カボスオンリーでもいいぐらい。まろやかになって。ちょっと、とんがっちょは。うん、やっぱり。結局、普通の酢入れるとカボスが死んでしまうよ。負けるわな。うん。うん、そうやな。あら、そげ入れたらとんぎるで、もっと。いや、カボスはとんぎないやろ、別に。いやいや、とんぎるわ。何のな。とんぎる。たら砂糖入れないけんなるやろ。ちょっととんがった。混ぜたらあれやろうけど。うん。分からん。何回も味見するとわからんなるんよ。わからん。わからん。わからん。いや、その酢だけで味見したらわからん。ご飯と混ぜた時に甘くなるんだね。そうじゃわな、うん。で、またほら、さっき炊いた竹の子とかが、まあ、甘いけんな。うん、う大丈夫と思うよ。ある程度酸っぱい方がやっぱいいと思う。うん、そうじゃわな。途切っちゃう。途切っちゃうもう入れすぎないや、ガバガバなんで金入れよったでさっきまでこの間にちょっと途切っちゃう、もういいわ。昆布だしやら何やら入れよったで、よし、オッケー、様子見ろはい、じゃあご飯炊けた、はい、美味しそう。ご飯ちょっと全部は多いんで、うん、ちょっとこれで混ぜよう、はい。あ、これぐらいでいいかも、酢、うん、ご飯めちゃくちゃ美味しそう、うん、ちょっと味見よう、うん、薄かったらもっと入れてもいいけど全然薄いじゃろ、うん、あ、ちょっとカボスのいい香りがするな、するな、うん、ちょっともうちょっと入れていい？ちょっと入れる？うん、で、ここに具を入れましょう、うん、はい、じゃあ具を混ぜます、はい、よし、もうこれでいいでしょう、うん、はい、あとちょっとごまを入れましょう、うん、お、綺麗やな、うん、このごまはここ理学の里のすぐ前でリトルファームっていうマリナちゃんが作ってるごまです、うんうん、金のごまで、マリナちゃんナスとかも作ってる、うん、ぜひなんか機会があったら、うん、今度紹介したいなと思って、うん、うん、これぐらいな。あ、なんか美味しそうやわ。いい感じじゃない？ごまって香りがいいもんな。うん。いや、いいよこれ。ちょっとごま余分に入れよう。うん。いっぱい入れていい。はい、これで完成。盛り付けていきましょう。可愛く。はい、結構いいんじゃね？うん。やればできる。できや。やればできるよ。うん、これ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 、ん、まずこれを1回、ピーチ卵をパラパラ、うん、結構あるけん、いっぱい入れてもいいわな、うん、こう、センスに任せます、こうこれってな、うん、広げた方が良かったもしかして、ああ、いや、それでも別にいいけど、そう、うん、一人二つが出る、私一つでいいよ、いいんだ、うん、あと怒らんの、怒らん、そうなん、なんエンドウをいっぱい入れちゃう、周りにな、一個ないいのがあるよ、飾りに、ほら、お花、あ、花いいな、うん、花とかいいよな、さっき摘んできた、え、知らねえの大丈夫、どっからやそこら辺から、でこれが純子さんにもらったオフ、うん、オフ、あ、違った、はんぺん、はんぺん、はんぺんな、はい、はい、であとはお花、そうなの、あー、これいいのができたね、そうじゃろ、うん、いいのできたろ、うん、うん、お花ほらひな祭りらしいろ、うん、春っぽいやん、ま、春っぽいやろ、春っぽいな、うん、はい、じゃあ完成しました、はい、もうこれ有名しやバメシが食われねえな、分かったわ、まあいろ、まあ、これはちょっと手がかかるわな、あ、かかる、うん、まあじゃあいただきましょう、はい、いただきます、はい、じゃあいただきます、見栄えはいいよ、見栄えはいい、だるい入っちゃう、なんかタケノコ入ってねえ、入っちゃう、なんで入っちゃうんだよ、ゴージャスじゃない、うん、うん、ちょ
ちょっと様子見た方がいいです、ね、ハートに切ってるとこがいいわ。これ京子さんの提案。これ何だ、鶏飯、鶏汁、鶏汁、鶏ご飯食べたんで大丈夫、汁食べたらいらんちゃう。どけ、いらんちゃう、いらんちゃう、薄くない、くたんなもん、もしもし、あ、くたんな、おいしいな、口らんほうで、くいなはよ。おいしい、おいしいよな、ほんとだ、おいしい、いただきました、うん、すごい美味しい、先生にお褒めの言葉をいただいたけど、よかった先生に。いやいや、そういうことだけど、いい、あのごぼうの出汁が出ちゃう、出汁出ちゃうな、ごぼうがいいな、うん、うん、これなんだ、はんぺんちゃん、はんぺん、かわいいやろ。ご飯はどう、酢の感じは、ちょっと味見して、じゃあちょっと酢の味のこと言うよ、そう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 、うん、ちょうどいいんじゃない、いいよね、タリンとかいうと持ってきたけど、いらんわ、いや、しっかり効いてる、うん、カボスが入ってる、うん、香りが最後にカボスがこうってくる、うんうん、いいんじゃない、爽やかで、あ、もしかして金ごまも入れた、入れた、あー、すごい、なんで入れるじゃん、ディルは乗ってるわ、もう相当てんこ盛りでいろいろ乗っちゃうわな、だけど本当はこの高級品を上になるべく持っていくんよ、盛り方とすれば、エビな、うん、うんうんうん、あ、そういうことな、うん、あ、じゃけん、うん、あの、なんていうか、チラシって言っても上にこうなんか乗せちゃうのがあるやん、海鮮チラシみたいな、うんうん、あんなの、まあ、これはまあどんな意図で作ったかわかんないけど、うん、で、何の意図もないわ、どうしてあの作りたかったら、この中の具、中の具をな、もうちょっとキーソ切るとこう上のトッピングが生きるよ、うん、具が大きいけんな、ほら言ったやろ、もうちょっと具が大きいよっち、いやいや、いいんでいいんで、これはこれで男性的やけどな、そういう風な感じ、そういうことな、あとは、うん、そうそう、あとはもうみんな用できとって、分かった、あえて言えば、うん、まあ食べれんことはないけど、でも男性の料理としてはいいんじゃない、うん、相当じゃわ、あんた相当かかっちゃうやろ、これ大丈夫、いいな、男の料理って言えば何でも許されるけん、あ、ほんとほんとに、だからな、はい、食べよう、うん、はい、食べな、また絹さやが多いな、うん、食べたい、あの先生の声を聞きます、絹さやってどうやろい、これ鹿児島のじゃあ止めよう、ごちそうさまでした、あ、今日もごーっと、はい、お腹いっぱいになったの、あ、腹いっぱいになった、うん、美味しかったよ、ありがとうございます、うん、ジョコさん、美味しかったです、美味しかったです、うん、はい、あ、いや、当時もな、ちょっといい出汁でしょった、あ、ごぼうのいい出汁でしょった、うん、美味しかった、美味しかった、いや、結構難しかったと思うけどさ、ご飯が今日大変なことだった、あ、まあ、ご飯はもうしょうがない、あれは、うん、もうこれ夕飯やろ、夕飯、晩ご飯、うん、え、な、蓋が焦げた、いやいや、もう何もかも、蓋どころじゃないよ、え、ご飯も全部、何もかも焦げた、蓋は、蓋は大丈夫、もう最初から焦げた、あれ焦げを増したんだまあでもそんな感じで、でもまあ美味しかったです、うん、ひな祭りのひな祭りの、チラシ寿司と、あとお汁物はごぼう鶏汁でした、はい、はい、長い間ありがとうございました、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、はい、次は何詳しく視聴者様に聞こう、はい、お願いします、はい、ありがとうございました、はい、じゃあ次の動画でお会いしましょう、バイバイ。